はい、こんにちは、トモ藤田です。今回もですね、2回目のレッスンなんですけども、前回の、運指練習いかがでしたでしょうか。1日ですね、5分でもいいのでゆっくりと丁寧に、そして手が痛くなったらすぐにストップしてですね、手をこうゆっくり動かしたりね、リラックスさせて無理をしないことですね。ゆっくり5分でも毎日続けること大事ですね。で、次にやっぱり大事なのはメトロノームを使うこととかタイムのことで、やっぱりこうリズムギターね、ソロもそうですけども、タイムのコントロールがうまくできるともっとギターは楽しくなります。で、今回のですねアイデアは、単純に3弦のね G をオープンで弾きます。まずピッキング4つ用意しました。1つは、四分音符ね、小節ね、バーはあの4拍あります。例えばこのようなね、1 2 3 4、これが、ね、テンポですね。で、次に8分音符というのがダウンアップ でこのように体をですね、前後ろ前後ろに、もう一回やるとこれがクォーターですね、四分音符、そして8分音符で、トリプレット3連で、これがちょっと難しいんですけども、ダウンダウンアップにした方がいいです。この方が分かりやすいんで。そして最後が16分、でやっぱりね、タイムがある方が分かりやすいんで、一応ですね、僕60で今メトロノームをやるんですね。で、こんな感じで1 2 3 4 1 and 2 and、 次難しいですよ、トリプルで16、でピッキングのテクニックなんですけども、なるべく僕が思うのは平行に、弦に対して平行に当てて、あまりそのこうカリカリなったりならないように。で、このようにトリプレットと3連ですね、16分ちょっと難しいんで、もしきついなと思われたらこれを抜かしてクォーターとエースだけでもね、これ結構練習になりますから。で、テンポを上げていくとか、だから今みたいに例えばもう一回やりますと、例えばですね、クォーターとエースだけ1 2 3 4で、例えばエースをやる1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and、 こんな感じね。で、次に続けて、例えばトリプレット16分、難しいですね。で、ちょっとソフトに、だから僕は心がけ、なんていうの、ピッキングリズムが速くなったらちょっとソフトに弾こうと思います。ですから今回レッスン2の課題はですね、2 by each でリズムを変えていく。で、1 by each でリズムを変えていく。で、その後はいろいろの組み合わせで、例えば8部から16部に飛んだり、16部からクォーターに飛んだり、クォーターからトリプレット行ったり、そういうことやりますね。だからまず例えばおさらいとしてはこれですね。1 2
3, 4. これで、また戻る。で、トリプレット。繰り返す。ごめんなさい。あ、うまい。こんな感じね。なので別になんていうの、完璧にやろうとか絶対にこれができなきゃいけないとかじゃないんですけども、やっぱりなんていうの、リズムがコントロールできるっていうことはすごく大事なので、今みたいに四分音符、八分音符、三連はダウンダウンアップですね、ちょっと難しいですけども、そして16分ね、ちょっと早いですけども、これをやるとですね、タイム感が良くなるから、次にリズムギターとかフレーズの練習が、うまくなります。で、普通はフレーズとかリズムをいきなりやろうとすると、例えばコードとリズムがあって、やっぱ2つすぐにできませんですから、 できませんだからやっぱりリズムを鍛えるっていうのは僕すごく大事だと思うんですね。そのあたりやっぱりバークリーでやっぱりドラムの方を勉強したり、いろんな人からねレッスンを受けたり、やっぱりドラムに興味があった理由はですね、やっぱ僕が生徒だった時に僕のルームメイトはみんなドラマーだったんですね。ですからドラマーがみんな練習する譜面というのは全部ねリズムなので、やっぱりリズムに関してはやっぱかなり、貴重な体験をできました。貴重な体験、うん、そんな感じで、いろいろな組み合わせやってもらってですね、まあ、次回またなんていうの、だんだんリズムギターをやったり、そしてブルースをやったり、トライアドとかね、もういろんなことやりたいんですけども、やっぱり一つずつですね、小さなことを頑張って継続していただいて、これもやっぱりなんていうの、ちょっと1週間ぐらいはやってみたいなと思いますね。それでは皆さん、次の来週またね金曜日あたりにレッスン作りますから、ぜひ見てください。それでは頑張って練習しましょう。それではさよなら。